おはようございます。8月17日第725回ポコナカオヤニマルラジオになります。今日はねまたハイブリッドかよという感じだと思うんですけど、まあ結構お気に入りのね、ミスジカントンですね、フロッキンガメ。ここにまたなんかちょっとよくわからないそのハイブリッドのメスを入れたら、最近ね首を噛まれた跡があるので、まあ、もしかしたらこいつが乗っかったのかなというような感じ。これオスなんでね、ハイブリッド同士なんでね、どういう風になるかなと思ってたんですけど、なんとなくそのアクションは動かし出したんでね、まあ、もしかするとなんかよくわからないハイブリッドを取れる可能性があるそうかなと思うんですよね。で、今のところまあ、うちに来てでも何センチか多分伸びて、2、3センチ多分伸びてると思うんですよね。で、旗の色が赤くなってきて、なんかいいとこ取りしてるようなカメだなっていう話をするんですけど、ちょっとね向こう向いてしまってるんでね、あれなんですけど、で甲羅の色がね最近すごい抜けてきて茶色くなってきました。こんな感じでね、まあ警戒はしてしまってるんでね、あんまりガツッと出てきてくれるかわからないんですけど、ただすごい勢いでね甲羅の色が抜けてるんで、まあこれがどういう風になってくるのかね、非常に楽しみだなと思いながら飼育しています。まあ、あのハイブリッドね嫌いな人も多いと思うしね、ここに関しては別にじゃあ好きになってよとかって思いはないんですけど、ただやっぱりなかなか普通にいないようなね、生き物を飼うっていうところで言うと、まあちょっと行き過ぎてる部分はあるのかもしれないですけど、僕はすごい、かっこいいなと思って、まあ変なね混ざるようなことをしないで、混ざるっていうその純血と混ざってしまってわけわからなくなるようなことをしないでね、これはこれの系統っていう感じでね、いけたらまあ本当にベストなんじゃないかなというふうに思ったりしています。やっぱり黒い、こいつは船に入ってるんでね、横側4面が真っ黒で上だけね、っていう感じなので警戒心が強く育ってしまっている可能性が高いなと思います。警戒心の話についてはちょっといろいろね話をこの間もしてきたんですけど、結局やっぱりそのカメって上からね、見下ろされると、外敵から襲われるっていうね認識を持ってしまう、特にワイルドのカメですよね、そういうことがあるのでそこに関してはストレスを感じてしまうよねって話をしていて、だから逆に言うとそういうストレスを与えないようなね、飼育方法、特にそのワイルドから来た個体だったり、まあ、まだ人に慣れてない個体ですよね。だから泥ガメ、ニオガメでも良かったんですけど、うちはもう本当に 1,2 週間食わないもん、ね、ヒメニオイもね、そうでした。でも巣来た時に多分2週間ぐらい警戒して食い悪いから、まあそんな感じで見てもらえば大丈夫ですよって話してたら、まあ本当にそんな感じでね、で今はもう僕がいると顔を出して餌くれっていうようなアピールをしているような状況まで持っていけるんですけど、どうしてもねやっぱりそこに慣れるまでの、ね、時間っていうのは、ね、かかってしまうので、まあコミュニケーションって言ってしまっていいのかわからないんですけど、亀としっかり向き合ってね、亀にストレスを与えないようにしつつ、亀に自分のね存在、そして自分が餌を与える存在だっていうのを認識させることによってね、ストレスをちょっと軽減することができるのかなと思ったりしています。まあさらにね、餌食い落ちたねとか何かあった時っていうのはやっぱりストレスを感じている状態、例えばまあ温度が低かったり、あとはね警戒心が強すぎてね隠れてしまったり、だそういうのって結構あるんですよね。だ一番よくなんていうんですかね、餌のせいにされがちなことってあると思うんですよね。この個体は餌を食わない、まあ、もちろん本当に食わない個体もいると思うんですけど、外的要因が、ね、あるんじゃないかっていうところもしっかりね、見ておかないと、ね、本質を、ね、見抜かないで、なんか思い込みでね、これこいつは食わないんだ、ね、この餌はダメだとかっていうね風になってしまうよりは、なんで食べないかっていうのは逆にね温度なのか、ね、あとはその単独飼育なのか複数飼育なのか水質なのか、ね、隠れ家があるかないかとかね、まあ、そういういろんな体調が悪いんじゃないかとか、そういうのはねいろいろ出てくると思うんですよね。でそれで一つアドバイスもらったのは、まあ、ワイルドとかそういう慣れてないことに関してね、餌を食ってたのに急に食わなくなったっていうところで、上になんか発泡スチロールを浮かしてあげるとね、それが影になってその下に隠れてね、亀自体が落ち着くっていう話をしてもらったんですよね。ああ今までそういうの考えてなかったなと思ったんですけど、
まあ、そうすることによってね、亀が身を隠す部分を作れるっていうところですよね。まあ、実際やっぱり亀を川で見るとね、普通に浮いてたりするんですけど、人が来ただけで一気に下に潜っていったりして隠れるんですよね。まあ、見えないようなところに逃げようとする。まあ、これはもう自然界で生きていくにあたってはね、当たり前の行動だと思うんでね。だそれを水槽内でもちょっとね、逃げ場が少ない水槽でね、隠れさせてあげれるような、状況を作るっていうので、その発泡スチロールを浮かせるっていうね、そういう手段があるんだなと思って、やっぱり考え方っていろいろあるなと思って、なんですかね、そういうふうにちょっと生き物のことを考えて、生き物側に寄ったね考えをすると、生き物自体がねストレスがちょっとでも減ってくる。まあ、そうすると家でね慣れる可能性が高くなってね、で餌も早く食うようになって、でまあ最終的にねもう餌くれダンスをするようになったらある程度は安心なのかなっていう、そこに持っていく作業っていうのはね非常に大事なのかなというふうに思いました。でまあポコナクラブのね餌の話にもつながってくるんですけど、進化性の餌ね、やっぱりまあ亀の習性っていうものを考えると下にあった餌の方が食べやすいね。それはその外敵に襲われる危険性も少ないような状況で食べることがしやすくなっているので、ストレスをね感じづらくなるんじゃないかっていうね。まあそこまで僕はストレスがどうとかって話まだ考えてなかったですけど、下にあるものを食ってるんだから下にある方がいいんじゃないかなっていうように思ってますね。まあ、そこをより深く、掘り下げていくと、まあそういう風な考え方もあるんで、まあ保護なのね進化性の餌をね、進めるのにいいヒントを得たなと思って、さらにありがたく思ってるんですけどね。だからまあ浮いてる餌をねバクバク食べるようになってくると思うんでね、そこに持っていければね、餌やり、まあ餌の管理だったり、あとは餌の食ってる量をね見ることができる。金魚の時もそうだったんですけど、最初ね僕鎮火性好きでね鎮火性あげてたんですけど、まあその時にねお世話になってた人から聞いたら、いや浮上のがいいんだよって、なんでですかって話をすると、浮上は結局その餌が残ったのが分かるから、まあ、管理がしやすいんだよねっていうところ、まあ、たくさんの金魚を飼っているとねどうしても餌をたくさん与えるんですけど、まあ、それが餌が多すぎた少なすぎたっていうのは、まあ、少ない分に関してはね、まあ、成長に影響してしまうけど、水の汚れっていうのはそこまでいかないと思うんですけど、多すぎてしまった場合にね水質がすごい悪化するんですよね。でましてその水質餌で悪化しつつ排泄物も大量に出るということなんで、明らかにね良くない状況になってしまう。そこを考えてね、やるとしっかり浮いてる餌でね、ちゃんと食べたかどうかを確認する。で、まあ、もちろんそれは成長させるさせない、水が汚れる汚れないだけの話じゃなくてね、今日は餌食いが悪いなっていうのを理解するということは、その餌食いが悪い何か事情があるということですね。まあもう水質が悪化してちょっと餌を食うどころじゃないよってなってたり、まあ、病気が蔓延していたり、まあ、そういうのを見ることができるっていうね、すごい大事な、サインだったりもするということで、だそういうねメリットデメリットっていうのをねうまく使い分けて、やっていくと、まあ、非常にいいのかなと思います。特に亀に関してはね、水槽で飼ってる分には鎮火性の餌でやっててね食いの確認しやすいと思うんですけど、まあ、船だったり池だったりで飼ってると鎮火性だとね餌食いの確認っていうのもちょっとしづらくなってきたりすると思うんで、まあ、そういうのも含めて、ね、浮上性っていうのは重要があるのかなというふうに思ったりしてるんですよね。ただまあ今回のその鎮火性にしていることによって甲羅のね部分首のあたりがねひっくり返ったりしないなどね、そういうメリットもあるっていうのをね考えていろいろやっていくと、なんかその成長過程においてこの時期はこの餌ね、まあ、ある程度生きたからこれがこれでいいやっていうふうになるのかなっていうふうに思うんで、ちょっとね浮上の餌の開発もね早々に進めていって、まあ、じゃあ鎮火性からスタートしてね、ある程度育ったら浮上性だったりっていうねような導き方ができるようになってくると、より亀のためになるのかなと思うんで、まあ、ちょっとその辺をねもっといろいろ考えてね試行錯誤していい餌を作っていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。ということでちょっとね話が宣伝に近いような話になってしまって申し訳なかったんですけど、そして日が強すぎてね亀のサムネがいいのが撮れなそうな雰囲気になってるんですけどね、まあしょうがないなという感じです。ということで今日はねこの辺で終わりにします。ありがとうございました。